ミスターバーラインは。ああ、無駄足か。ちょっと、二人が探しているその素敵な方のことなら私が知ってるよ。何なんだ。何をしやがる。俺は今変装中だぞ。はあ、アバーライン巡査部長だ。グリーンの言ってた双子のフライだな。警察官が来ると思ってたんだが。秘密を守れるやつが来ると思ってたが。ヘンリー・グリーンが目立たないようにしてくれるって。では取引しよう。犯罪を犯したギャングの名前を教える。お前たちはそいつらを捕まえろ。密かにな。ばあさんみたいに静かにやるよ。警官にも見える毛深いばあさんみたいにな。やり方は任せるが、法を犯さないようには努力してくれ。立場上まずい。警察署に死体を送られても困る。ターゲットに背後から近づき喋らせるんだ。それから馬車に乗せろ。慎重にな。やめてくれ。あもうエヴァセせるぞ。俺が何をしたってんだ。通行人から場所代とやらを取り立てただろう。ああ、町の金持ちどもと同じだろ。そいつらも捕まえるのか。よし、腐ったれ。助けは呼ぶなよ。腐ったれ。逃げられるとでも思ったか。ああ、なんてこった。誰か助けてくれ。減速だ。行こう。そうだ、行け。よし、いいぞ。こいつを檻に入れることができて何よりだ。ありがとう。よし、いいぞ。Well, I hope the trouble doesn't spread. Take discounts on all essential goods.
行こうか。スピードを落とせ。来てくれ、頼みたいし。いや、来たか。ホワイトチャペルを手に入れるにはここの悪党たちが邪魔だ。ケイロックの定めた掟で縄張りは抗争によって決まる。なるほど。ほら、これは君たちが持っていた方が役立つだろう。なんだよグリーンちゃん、アサシンのクリスマスか。仲間を集めて。ミスター・レクスフォード・ケイロックが条件を飲んでホワイトチャペル駅で待ってる。この勝負に自分の列車をかけるそうだ。ケイロックがいない？まあいい、行くぞ。ああ、そこにいたか。
ックは死んだ。ホワイトチャペルはもはやブライターズの支配下にはない。私たちの仲間になるなら今がチャンスよ。スターリックとその殺し屋に対抗する者なら誰でも歓迎する。ようこそ。じゃあ、ああ、なんだってんだ。あのデブのわがままでこれ以上バーサを酷使するなら身投げしてやるわ。ケイロックならもういないぜ。あら、どうもかわい子ちゃんたち。あんたたちは誰？エビーフライと弟のジェイコブフライよ。はじめまして、アグネス・マクベインよ。よろしく。昇進できると思ったのに無職になったみたいね。なら雇うわ。スクラップよりマシの給料は払えんの？何言ってんだか。少なくともスクラップは払えるぜ。はあ、そういうことならこのアグネスと機関車のバーサはあんたたちのもんになろう。私は隣の車両にいるからね。列車を隠れ家に。それはとてもいい考えだね。そうね、思わぬ収穫だった。さて、ここから手がかりを追って。ジェイコブ、ふざけないで。こいつが治るまでは何もしないぞ。それならちょうどいい人を知ってる。頼りになるな、グリーンちゃん。この町じゃちょっとしたお金なんてすぐになくなるの。お金があったら何ができるか考えてみて。ロンドンを建て直すって言ってたわね。今がそのチャンスよ。あの地図に昔馴染みの人たちが描かれてるわ。ちょっとお金を分けてあげれば手伝ってくれるわ。手遅れになる前にみんなを救えるわよ。仕事の話はおしまい。ミスター・グリーンが誰かに会ってほしいって言ってなかった？